まととめると、まあ、体重を減らすにはストレス食いなしにして、うん、こう食べたい時に食べたいだけ食べていい体の状態、うん、内在地、うん、そしてそれがその人の個性に合ったちょうどいい体型とか美しさにつながるっていうような流れだと思うんですけれども、うんうんね、それが理想的だなと。そそ、はい、そしてそもそも人間は、はい 寂しい生き物だから、はい、<laughs> 物も食べ物も過剰になってしまうことは多々あると、はい、野生動物じゃないし、はい、そこをでも理解した上でその野生動物が持ってるような回復すする力っていうのを取り戻すとそれをねまずこう頭で理解して、はい、で行動で叩き込むっていうのが断捨離かなというふうに理解しましたけれども。 だから結局ねおっしゃる意味はわかるんですよ、はい、理解したとしても、はい、でもっていうのが私たちだよね全くその通りで、はい、じゃあそのまず私でも理解ってとても大事だと思うんですね、はい、きちんと理解した上でそれを日常的な行動に落とし込む、うん、ということがとても大事で、うん、ダンシャルがそのためのトレーニングなのでね、うんうん、はいじゃあもうちょっとわかりやすくねお話ししましょうか、うんはい ある女性のダンンシャリアンさんなんなですけどね、はい、彼女もね1年ぐらいでででキロ体重を落としたんですよね<ー>で話を伺ってみるとね、うん、結局彼女も自然に痩せた気がついて痩せた、うん、でも思い返してみると自分は食べ物を、うん、今まで食べてた食べ物を野菜スープに変えたことも大きなことだったと思いますっていう感想をおっしゃって。 でつまり私たちは体重が落ちるには何を食べるかっていうところに終始しがちなんだけど、はい、いかに何を食べないかあるいはどう食べるかっていうのが実は重要だと私は思うんですね。はいはい、でそれ以上にそれと同じくらいいや、うん、やはりそれ以上大切なのは、うんうん、いかに出すか。 出して食べて食べて出して、はい、それがスムーズな代謝であれば、はい、私たちはそんなにおかしく太ることはない<ー>だって出してるんだもん。で出しただけじゃ生きていかれないからちゃんと入れるわけですね。その代謝まあ新陳代謝がスムーズにいけば、うん、あれなんて思うほど体重は増えないですよね。うんうんうん で彼女は結局その野菜スープということにたどり着いたんだけど、うん、偶然って感じでおっしゃったわけですよね,ですね、うん、で私から言わせるとね、うん、多分その前に、うん、いや間違いなく出すっていうことにね意識が向いたから部屋を通じてねそうですだから余分なものを溜め込んでいたそれを あれなんでこのエ本のものを溜め込んでいたんだろうっていうのを気が付いて意識改革ができた、うん、で行動によってそのものを捨て出したで捨てるという意識が根付いたので、うん、体もそれに反応して体の中の余計なものを自動的なメカニズムねで 捨て出したまあ食べるっていうのはすごい自発的な行為だけど、うん、出すっていうのは体が自然にやってく,、ね、やってくれる行為でしょ、うん、だから意識化出すっていうことを意識化したから体の中の余分なものも出すという自律神経への作用がね、うん、始まったんですよね。そそれで、ねうん、出したたららら要するるにサビが落ちっってことだかか内在地の今度は 今何を食べたら自分が心地よいんだっていうことが気がついて野菜スープに行ったと思うのあ先生すごいですねでしょその流れね、うん、逆にねそう逆なんですよでだからいかに出すかっていうことなんだけど、うん、そのいかに出すかっていうのはこの体の,この排泄はこう私たちが脳でコントロールするよりも命がやってくれるいわゆる内在地がやってくれる回復力だから、うん、そこに対するこう 動機づけっていうのかな、意識づけっていうのかな、それを家の中で。きちんと行動でやったから、出すようになった。そしたら、曇りないの雲もと、取れて。いや、先生。取り込むものの質が変わってきたということ。今、私、うん、多分、先生は多分ずっとおっしゃってたことだと思うんですけど、私、今気づきましたけど。入り口は、意識して取り入れた方が良くて、出口は。 無意識ががちゃんんと働いてる方が正常なんだけどその、うん、の無意識の状態が働かなくなくったら意識してそうすると入り口の方でもうちゃんとこう機能するようになるみたいなそういう無意識と意識識とのバランスがでるすそうです。うで コントロールできるこう、はい、臓,臓器ととかメカニズムとね意識ではコントロールせずに体が生きるために自動的に命がやってくれてるメカニズムと両方持ってるわけよね、はい、だから両方がちゃんと機能するためには私たちが意識できるところからやっていく。うん、でまさに家のものを家の中の老廃物だよね、うん、言ってみれば、うん、そのいらないものがため込んだ、うん、それを 意識ししてて捨てるという行動した結果、うん、体の無意識なメカニズム、うん、体をちゃんと機能させてくるメカニズムにちゃんと働きかけていくことが可能、うん、だってつながってるんだからっていうことね、うん、でも宿題はやっぱり排泄ということを強く意識していく、うん、もっともっと大切にしていくという意味を込めて。はい こんなワークはいかがでしょうか、はい、ということですね、はい、私たちはどんな時に排泄をこらえてしまっているだろうか、うん、その意識,意識か。意識、うん で私たちはつまりあなたはどんな時に便秘になってしまっているだろうか。はい、この二つ二つ二、はい、つをしてほしいなということですね<ー>、うん。繰り返しますよ。はい、排泄をどう捉えているかということの気づきを促して内在地磨きにつなげていくためにですね。はい、つまり簡単に言ってしまうとね、はい、どんな時に私たちは排泄を我慢しちゃって ているだろうか、はいうん、そしてもう一つ、うん、出ない時はどんな状態だろうか、うん、自分の心とか気持ちとかね、はいうん、そのも含めてその二つをね思いつくままに書き上げていってほしいですねなるほど、うんうん、YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報は ここからゲットしてくださいね